今日は英語の語源について勉強しましょう音読していきます日本語も英語も全部音読です一緒に行きましょうね1,2,3英語の語源は非常に複雑で多くの言語が影響を与えています以下は英語の成り立ちとその主な語源についての概要です英語の歴史的な変遷古英語 Old English あ5から11世紀頃 英語の起源はアングロサクソン人がイギリスに移住した5世紀頃に始まります。ゲルマン語系が中心で現在のドイツ語やオランダ語に似た単語が多い。ファーダー、父、子英語。なんか読むか、どういうの読むか分かんない。ファーザー、ファーザーみたいな感じかな。ゲルマン語や、えー、北欧の言語から借用された単語もあります。中英語、メ e e n ン l i s h 11世紀から15世紀。1066年のノルマンコンケスト以降、えー、フランス語、特にノルマン語が大きな影響を与えました。ラテン語系語彙が増え、特に政治や法律、宗教関係の単語に多く登場します。government、政府、judge、判事、あ裁判官、えー、近代英語、Early Modern English、 15世紀から17世紀。ルネサンス期にはラテン語やギリシャ語の語彙が学問や科学の分野で導入されました。印刷技術の普及で言語が標準化され、多くの単語がこの時期に定着します。現代英語、Modern English、17世紀以降。 植民地支配や貿易を通じ、英語は多言語からの借用を続けました。アフリカ、インド、アメリカ先住民族の言語からの借用も見られます。シャンプー、シャンプー。ヒンディー語。ケチャップ、ケチャップ。中国語。中国なんだ、これ、元は <laughs>、えー。英単語の語源の主なルーツ、ゲルマン、 位っってどこにあったんだろうちょっと分かんないけど、まあ、この間ちょっと開けたもが良さそうですね、これね。えっと、これ、ここにって書いてあるけど、開けましょう。日常会話や自然に関する基本的な単語。House、家。Water、水。Bread、パン。ラテン語系語。 主に科学、法律、法律、宗教に関連する言葉。Animal、動物、University、大学、Religion、宗教。ギリシャ語系語彙。これなんかね、間がね、こっち,もうちょっと開けますか、これ。そして、ここも開けましょうか。学問や技術用語で多く見られます。Philosophy、哲学。 biology, 生物学。フランス語からの借用語。政治や法律、芸術に関する言葉。court, 裁判所。b a l l e t バレエ。prison, 刑務所。その他の語、言語からの借用。多文化、社会の中で様々な言語からの単語が英語に取り込まれました。寿司、寿司、日本語。 ヨガ、ヨガ、サンスクリット語。バンガロー。平屋、ヒンディー語。英語の特徴。多様な言語による、同義語の。豊富さ。英語には、同じ意味を持ちながら、異なる語源を持つ単語が多くあります。見る。See。ゲルマン系。Observe。ラテン語系。View。 フランス語形このため英語には語彙の豊富さやニュアンスの違いがあり単語選びが柔軟です、えー、語源を学ぶメリット単語の意味を推測できるようになる同義語類義語の使い分けが分かりやすくなる英検や教育などの、えー、英検試験でも役立ちますここまでにしましょうね